どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、僕が貯金ほぼゼロの状態から最初の90日間でやったチャレンジについてシェアをしていこうと思います。まあといっても本当シンプルなお話なので、サクッと終わると思います。はい、なので興味がある方はですね、ぜひ聞いてもらえればいいと思いますし、なんかまあ中には貯金とか倹約節約っていうのがなんか人生つまんないんじゃないかっていう人もいると思いますので、そういった方はですね、ブラウザバックして他の動画をお楽しみください。はい、でも最初から結論を言ってしまうんですけども、最初の90日間ですね、僕はお金の出るのと入るのを毎日数えたっていうことなんですよ。ね、そもそもじゃあ僕はこの90日チャレンジに出会う前どういう状態だったかっていうとですね、本当にひどかったんですよ。マネーリテラシーの利の字もないっていう、間の字もないっていう、そういう状態ですね。で、例えば会社員1年目の時ですね、僕手取り15万円で年間80万円貯金したんですね。そう。で、その80万円を、よし、じゃあこれからもどんどん増やしていこうって思ってたんですけども、僕の同期の人で、隣の席に座っている人がですね、株式投資やってたんですよ。で、毎月5万円、8万円、10万円って稼ぐわけですね。で、それ見て、ああ、自分もやってみようと思って、で、その人に話を聞きながら、まあ、当時も覚えてますけど、忘れないですけども、菊池製作所っていうところに、株を買ったんですよ。で、いくら買ったかっていうと、86万円貯金したのに、80万円の株式を買ったんですね。もうその時点でアホなんですけども、そう、それぐらい僕は知識がなかったんですね。で、実際どうなったかって言ったら、最初は80万円から88万円に増えたんですけども、結局、あれよあれよと減っていって、40万円ぐらいまで資金が減っちゃって、その市場から退場したっていう感じなんです。そう、まずそれが僕の最初のお金の大失敗ですね。で、あと二つ目なんですけども、起業して、輸出っていうそのビジネスを始めて、そこでちょっと結果が出ましたと。で、美味しい案件がバンバン飛んでくるわけなんですけども、その中で、まあ、唯一他の投資家の人たちも、これは来るよ、これは来るよって言っていた、仮想通貨、ビットコインですね。その案件は、来たんですよ。で、僕のところに来たの時は、当時1ビットコイン 7.4 万円の時だったので、まあ、じゃあ10ビットを切りよく買ってみるかってことで、余剰資金で、その時はもう、反省して、余剰資金で、ビットコインを75万円分買ったんです。で、ただ単純に買って、ホールドしていれば、今頃かなり良かったのかなっていうふうに思うんですけども、ただその当時はですね、運用会社に預けて、そこで運用してもらうっていう、まあそういう案件だったんですよ。うん。もう怪しい匂いプンプンですよね。で、もうまあ結果はお分かりの通り、そう、持ってかれちゃったっていう感じなんですよ。そう、今頃ね、下ろせてれば相当だったかなって思うんですけども、そう、持ってかれちゃったんです。下げられちゃったんですね。そう、その他にもですね、例えば政策金融公庫っていうところから融資っていうものを受けてたんです。300万円ぐらい受けたんですけども、結局それって返さなきゃいけない借金なわけですよ。そう、なので、借金300万円したこともあります。で、なんかこう自分苦しいなというかアホだなみたいな、なんか失敗多いなと思って、じゃあちゃんと自分もそのマネーリテラシーをつけようと、ちゃんと自分の大切なお金を守ろうって思って、その当時会社を60億円で売った社長さんに話を聞くことができたんですね。で、その社長さんに最初教えてもらったのがこの90日チャレンジっていうことなんです。はい、本題お待たせしました。戻ってきました。で、なんでその最初の90日間で出費と収入を毎日1円単位で数えなきゃいけないかっていうとですね、見えない出費だったり、自分の出費の癖だったり、お金の使い方、その自分の癖を把握することができるっていうことなんです。で、そうすると自分の無駄な習慣っていうのが見えてきて、それを手放すことができるので、お金が貯まるようになったり、お金が増えるようになったり、よりお金を多く稼げるようになったりするっていうことなんですって。で、実際僕もそれはすごく実感をしています。じゃあ具体的に何をすればいいのかってことなんですけど、例えば日々の日中の生活では、なんかお金を使いましたと。なったら、じゃあ何にいくら使ったのかっていうのをメモしたりですね、レシート、領収書をもらえる場合は必ずもらっておくっていうことをします。で、なんかお金を誰かからもらったってなったら、誰々さんからいくら何のためにもらったかっていうのをちゃんとメモしておくっていう
ことですね。で、テクテクって家帰ってきて、夜寝る前にですね、そのレシートだったり、そのメモっていうのを出して、あとその他にも銀行口座のその残高、預金、その通帳だったり、あとクレジット明細っていうのも全部テーブルに並べます。で、その後に今日何にいくら使ったのかっていうのを、Excel でまとめるんですね。で、それを90日間やるっていうことなんです。そこでやっぱすごいびっくりしたのがですね、やっぱ自分の無駄がすごい多かったんですね。もうカフェ代とお菓子代に毎日1000円以上使っていたっていう状況です。で、あとは、その銀行取引先になんかその支払いをしたりとかするとき、銀行から振り込みをしてたんですけども、その振り込み手数料っていうのもすごいバカにならなかったですし、そのキャンセル手数料だったり、支払い手数料、あとはなんかサブスクリプションを契約していたら、その事務手数料とかですね、どういう部分にお金を多く払っていたのか、その自分の出費の癖っていうのが見えてきたんですよね。90日数えていたら。で、無駄だなって思うことは、実際キャンセルしたり、やめたりとか、手放したり、カフェに行かなかったりとかっていうことを、やり始めたんです。今自分の手元にはいくら残っていて、で今日いくら入ってきていくら出ていったのかっていうのが、その90日チャレンジをしていく中でちゃんとこう1円単位で把握できるようになったんです。なので、その前僕がお金に困っていた時っていうのは、どんぶり勘定していたわけなんですけども、そのどんぶり勘定が改善されたっていう感じですね。ちょっと話が飛びそうなので、ちょっとまとめに入るんですけども、そんな感じで僕が最初の90日間でやったことっていうのは、収入面を毎日毎日帳消しすると。90日間支出を帳消しするっていうことなんです。で、無視をするとコストがかかるっていうのは、僕はすごくその時に学んだことなんです。そう、なんかお金、だからすごいややこしいので、ちょっとあんまりこう、直視したくないなと思って無視をしていると、知らない手数料だったり、気づいたら増えている年金代とかですね、そういうのが徐々にこう、ほとんど増えていって出費を圧迫しちゃったりとかするんですね。カフェ代とかお茶代とか、塵も積もれば山となってるみたいな部分もありましたので、本当に無視をすればするほど逆にコストがかかるんだなっていうのはすごくわかりました。逆にその直視をちゃんとしていれば自分の無駄だったりにも気づけると思いますし、ちゃんと今月が入ってきた収入以内で使おうっていう気持ちにちゃんとなるので、経済面で身軽になっていたのかなっていうことですね。少しでもその自分たちが価値があると思ったものにお金を使えればいいのかなっていうふうに思って、今回こんな感じでシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。ちょっと分かりにくい部分だったりとか、ちょっともうちょっと具体的に教えてよみたいな部分もあったと思うんですけども、なんかもし気になるところがあったらコメント欄で質問していただければなというふうに思います。で、もし今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合はですね、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、じゃあせっかく外もいい天気ですし、外に行こうかなというふうに思います。で、後半はちょっとブログスタイルということでやっていきますんで、もしよかったら時間がある方は見てみてください。はい、じゃあ行きます。はい、無事に売れていきました。いや、ありがたいです。じゃあ今から発送しに行きます。そうお願いします。はい、出します。はい、ということで発送が終わりましたので秋葉原に来ました。人少ないですよ。おー、椿が咲いてきてますね。あと少しでも春です。で、今からですね、ソニーサービスステーションの方に預けていたカメラを、風が吹いてくるので、とりあえずカメラを受け取りに行ってきます。いやー、寒い、めっちゃ寒いです。ムカつくぐらい寒いですはい、ソニーサービスステーションに着きました。そこですね。はい、着きました。